作古は7世紀から8世紀にかけて城塞を維持するためにその中か周辺に置かれた人々を言う。関東地方、北陸地方と品の国から東北地方、北陸地方、九州地方の辺境域に設置された城塞に移住した。自ら土地を開墾して生活を立て、城塞の造営と修理にあたり、戦時には城塞の防衛にあたった。 日本初期の大化三年瀬祭上に、ぬたりの作を作り、作稿を置くとあって、これが、東北辺境の上作と作功の初見である。翌大化四年には、岩船作を収めて、映像に備え、古市と品野の民を選んで、初めて作稿を置くとある。一年遅れの岩船作の方が、初めてとされているのがやや不審だが、この頃が、作功の開始期であった。 和名類受賞の合名からの推定では、ヌタリの柵には、越前国、岩船柵には、品濃国と越前国からの移民が想定できるという。資料には見えないが、太平洋側の道の区国にも氷山遺跡のような柵が作られた。関東からの移民の存在が出土した時から推定されており、彼らも柵子だった可能性がある。柵子は、九州南部にも置かれ、 天平神後2年には、日向、薩摩、大隅の三国に作く子が存在した。移住政策は、要領6年以降しばらく行われなくなるが、天平法治元年以降に、物ノウ小月ウ、の造営に伴って、再び開始される。この時期に移住させられた住民は、党を単位としたものでなく犯罪人や、不老老人などの移転が中心となっている。さらに、物 一条の造営や物軍、栗原群を建てるにあたっては、道の区国や万能諸国から住民に優遇措置を与えて移住させる政策が取られる。それは、住民の希望者を募るという方法に変わっていた。しかし、移民政策は継続されていて、延略21年正月にするが、甲斐、相模、武蔵、和ず下草、日た信品野、上野、 下付諸国の老人4000人を、道の食い沢城に移転させた。この移民政策の記事が最後で、菅武智末年の江戸聖伐中止の決定と関連して放棄されたと考えられている。高橋隆史、作232から233ページ。高橋隆史、作233ページ。俗日本記同年六月定外城、日本記略延暦二年正月母親城。 平野拓司、律令国家と、バンドウウェオハラマ編137から139ページ。ありがとうございます。